岐阜県高山市。古い町並みには観光客が行き交い、最近では外国人の姿も目立つようになってきました。その一角におよそ200年前の江戸時代に創業した造り酒屋があります。船坂酒造店。中に入るとまず見えてきたのは酒の売り場。船坂酒造店を代表する銘柄がこの宮間菊。地元の酒米飛騨誉を使い、柔らかい喉越しとじわりと広がる米の甘みが特徴です。他にも一升が1万円という特別大吟醸四つ星や、全国コンクールのリキュール部門で4期連続1位に輝いた柚子酒、柚子兵衛など、およそ15種類の酒が並んでいました。気になった銘柄は、酒売り場の隣にあるバーですぐに味わうことができます。雰囲気があってすごくいいなと思います。なかなかこういうところで飲めるってないので。そしてバーから店の奥へ進むと、開放的な中庭が現れました。ここにもお酒を楽しむ人たちの姿が。超一級の贅沢ですね、もうこんな贅沢ないですよ。しかし贅沢はこれだけでは終わりません。中庭のさらに奥にはなんとレストランもありました。飛騨牛など地元の素材を生かした料理を、酒と一緒に楽しめます。今や年間20万人以上が訪れる一大観光スポットとなっています。造り酒屋の観光スポット化を推し進めたのが、船坂酒造店の社長有栖弘樹さん、30歳です。メーカーだけですと直接お客さんと触れ合うってことは少ないんですけど、レストランであったりとか、こういう増酒どころを作りましてですね、お客さんと直接触れ合うことによって、酒の方の品質ももっとこうしたいとか、こういう商品が求められているとかですね、直接お客様の声を聞いて開発ができるかなと思ってますし、レストランの方でもこういう料理に合うんだよとかですね、こういう飲み方をすると美味しいんですよっていうご提案ができると、ますますお酒をですね楽しんでもらえる機会というのは増えるかなと。およそ200年の歴史を誇る船坂酒造店。しかし2009年後継者がいなかったことを主な理由に、高山市内で旅館などを経営するアリスグループに経営権を譲り渡すことになりました。日本人の酒離れもあり、バブル期に4億円を超えていた売り上げもこの頃には1億円を切っていたといいます。アリスさんはアリスグループの会長の孫にあたります。企業の再生などを手掛ける経営コンサルティング会社で働いていましたが、2010年船坂酒造店に入社。店長などを経験しながら酒造りを学び、去年5月社長の座に就きました。旅館の親父にはなると思ってましたけど、造り酒屋の親父になるとは思ってませんでしたので、そういう意味では非常に驚きでした。こう話すアリスさんが、なぜ船坂酒造店を建て直すことができたのでしょうか。成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。本当に一生懸命ですね、こだわりを持って、日本酒を作っていたんですけれども、それをいろんな方に知っていただく機会とかですね、場所っていうのの提供がまだまだやっぱ足りなかったんだろうなと。母体が旅館ですし、創業がレストランでございますので、お酒を楽しんでいただく場所っていうものを提供することには自信があってですね、
どうしたらお客さんに喜んでいただけるかとか、どうしたらもっとお酒の魅力を伝えられるかっていうことを一個一個こうお店の中に入れ込んだと。製造業に入るっていうのはやっぱり、どういうことがお客さんに受け入れられるのかっていうこともそうですし、物を作り出すっていうこともどういうことなのかっていうのは非常に不安が大きいところでしたし、とにかくチャレンジをすることでしか自分たちが向かっていく方向性っていうのは分からなかったもんですから、あっち行ってぶつかりこっち行ってぶつかりしながら、一個一個皆さんが求めてくださることであったりとか、我々がやっていきたいことを積み重ねていった結果がこうなっていると思います。アリスさんが去年導入したあるものを紹介してくれました。徹底した温度管理で冬と同じような環境を作り出し、1年を通して酒を醸造することができる設備です。我々の特徴としてはですね、小型のタンクで、常にフレッシュなものを作り出していくと。やっぱり暑い時に冷たいものを飲むと美味しさってさらに倍増すると思ってますので、評判のいい絞りたてのお酒をですね、夏にも出すことで、いろんな方が日本酒って美味しいんだねっていうことを気づいていただけるようなきっかけになればいいなと。これまで試作を続けてきましたが、まもなく提供を始める予定です。飛騨牛もありますしですね、古い町並みもありますし、その中に文化としてお酒っていうものが根付いているわけですので、お酒をですね中心に高山を知っていただく機会っていうのをたくさんの方に広めていければいいなと。大切な伝統を守るためにはですね、革新ということも非常に必要になってくると思ってます。古い中にも新しいものを、新しい技術であり、新しい思いであり、そういったものを少しずつですね合わせ込んで、今の時代今の人に提供していくってことが非常に大切なのかなと思ってます。地方の酒蔵はかつて地元の名士を輩出するなどとても栄えていました。しかしながら日本酒の消費が大きく落ち込む中、規模を縮小せざるを得ないのが現状です。酒蔵ごとに地元の米を使うなど特徴のある美味しい酒を仕込み、選ばれる商品作りを進めていかなくては伝統を守り続けることも困難です。ご覧いただいたアリス社長は、日本酒の魅力をもっと多くの人々に知ってもらいたいとの熱い思いから新たな取り組みに挑戦し、にぎわいを創出しています。環境の変化に立ち向かい、柔軟な発想で革新に取り組み、積極的にお客様の声を経営につなげたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。